こんばんは、公認会計士の山田晋也です。還付申告を去年からですね、スマホでもできるようになったんですよ。で、そんな話をしたいと思います。で、実際ですね、今、スマホの画面ね、僕が今スマホをですね、直接画面にも出してます。で、確定申告で検索していただければですね、国税庁のページが出てくるんで、どこでも結構です。で、まあ、個人の確定申告書を作成するっていうところがあるので、こう押していただけると、このですね、確定申告作成コーナーがあります。で、ここから確定申告できますよっていう流れになってます。で、実際ですね、作成の流れはこちらっていうのを見ていただくと、なんか準備して、作成して提出してくださいっていうのが書いてますね。e-tax っていうね、方式と、あと書面でね、これをプリントアウトして出すよっていう、その書面の2つの方式があります。で、e-tax ID パスワード方式っていうのはちょっと事前に準備がいるので、あと実際ね、運転免許証とか持って税務署に行って発行してもらうっていうのが、この ID パスワード方式です。あとですね、今年の1月末からは、このね、マイナンバーカードを使えば、出せるよっていうのもできるので、まあ、それはその時ね、リクエストがあればやろうかなというふうに思っております。で、とりあえず今回はね、書面で出す方式ですね。コンビニとかでプリントアウトしてね、出せますよっていうやつやろうと思っております。じゃあですね、どんどん行きましょうかね。作成開始ボタンを押しましょう。ちょっと字がちっちゃいので見えにくいと思うので読みますと、確定申告をする年分は平成元年分ですかと。ね、去年の1月から12月の分を平成元年分というふうに読みます。まあ、実際平成絡んでますけどね。元年分ので、はいと押すと、申告する収入をすべて選択してくださいと。で、この場合、もうね、自営業者だよって場合はね、スマホでできないです。PC 使ってやってください。まあ、例えば、給与だけの人は給与っていうのをチェックボックス入れて確定をします。で、お持ちの源泉徴収票は1枚のみですかってことね、源泉徴収票ね、こんな、こういうやつですね。会社員の方とかはね、だいたい12月か1月の給与の時に一緒にもらうやつですね。で、この紙が、要は1枚ですか、つまり、あなたは1社しか会社勤めてませんかってことですね。副業で2社3社あれば、いいえですけど、ね、いいえボタンを押しているわけですけども、一枚の場合は、はいで、言ってください。で、はいの場合で勤務先で年末調整が進んでますかって、ね。年末調整何かなっていう、困った場合は、働くボタンを押せばいいですね。働くボタンを押せば、年末調整が、給与所得控除の後の金額と、所得控除額の合計額に数字が入っている場合のことですと。要は、会社の方で税金計算を一旦してますと。会社の方の知り得る情報で、税金計算を一旦してる場合ですね。会社の方が知らない情報何かっていうと、今、還付金とかで書いてる、ね、僕がこっち側に書いてるやつですね。医療費とか寄付金とか、ふるさと納税とか、扶養控除費とか、これは会社のが知らない情報なんで、それがある場合は、年末調整が済んでても、やり直して、もう一回確定申告しなきゃいけないという流れでございます。ね、勤務先年末調整済んでますか？はいと。大体は済んでると思います。で、以下のいずれかの控除を受けますかっていうのは今回なので、今回は一応ね、寄付金控除があるので、やろうかなと思ってます。これ、はいとしますと。医療費控除や寄付金控除の他に、確定申告追加する控除や年末調整の変更ありますか？予定納税や繰り越し損失がある場合は早く選択してくださいってことなんで、まあ、特にそれがないんで、いいえ、しましょうか。で、出す書面は、e-tax 方式は今回準備したので、書面方式でね、プリントアウトして出すという方式でやろうと思ってます。申告される方の、生年月日ですね、51年の6月、私16日ですね。利用規約をね、確認しておいたので、まあ、確認 しましたということで、はい。で、源泉徴収票ですね、これの金額ですね、これを書いていきます。で、支払い金額はっていうで、今ね、サンプルで持ってきたのが、240万ですね。ちなみに、見本っていうボタンがあるんで、ちょっと見本押してみましょうか。見本とすと、この場所ですよっていうふうに書いてくれてます。給与所得控除後の金額は不要ですと。所得控除額の合計ってここに書いてますね。所得控除の金額合計が書かれてるんで、この書いてる通りですね。そのまま書きます。で、源泉徴収税額は37,700円ですね。源泉徴収税額が2段で記載されてる場合って、これはあんまりないと思います。源泉、徴収の支払いが翌年にずれてる場合とかだったんだね。で、その次が、住宅借入金等特別控除額の記載って、これ何かっていうと、住宅ローン控除のことですね。だから住宅ローンも含んでないなしと。で、支払い者、会社ですね。会社なんで、うちの会社なんで、有限会社、これなららってなんか書いておいてください。ここで控除ですね。と、入浴内容から計算した所得金額ね。要は、収入から、給与所得控除引いたやつが所得金額なんで、まあ僕の場合だと、150万円だったということですね。で、医療費ある方はこういうボタンを押してくださいねっていうふうになりますけど、ちょっと戻って、僕の場合は寄付金控除なんで寄付金があります。寄付金控除とか、政党等寄付金等特別控除ってね、いわゆる政治家に寄付したやつですね。そういうのはないんで、寄付金ですね。寄付金入力します。で、寄付金の場合はですね、僕ちょうど、この寄付が出てきました。京アニの事件で義援金を送ったんですね。そして、その後ですね、京都府かなんかのサイトに、わー、すいません、ね、これはちょっと。京都府かなんかのサイトに自分の名前と金額を登録するとね、こういう寄付金控除証明書が届くんですよ。で、ここにですね、義援金受領書って書いてるんですけども、それが届いたので、ね、これを入力したいと思います。寄付の年月日が令和元年9月20日になります。で、寄付金の種類ですが、京都府が最終的に受け取ってる。で、その京都府から京都アニメーションさんに渡すという形になってるみたいなんで、京都、府なんで、都道府県ですね。都道府県に対する寄付金、ふるさと納税も含みます。ふるさと納税の場合も同じようにやってくださいね。で、寄付先が京都府ですね。で、寄付した金額が、まあまあ仮にですね、まあ1万円としておきましょう。で、そうすると寄付先の住所地がですね、もう出てきますね。
京都府京都市上京区っていうふうにね、便利な機能ですね。で、その後ですね、なんかチェックボックスなんですけど、ふるさと納税にかかる総務大臣指定の有無って、ふるさと納税と対象とならない都道府県、または市区町村の寄付である。これ何かっていうと、令和元年6月以降、ふるさと納税対象のない団体、団体。東京都、小山町、泉佐野市、高野町、宮城町っていうね。このやつは、まあ、総務省さんと反発したので、お前らのふるさと納税認めねえと言うてるわけですな。で、これはもう、分かった分かったと。じゃあ戻ろう。で、普通の場合は対象となるので、チェックボックスを入れちゃダメです。はい、入れないでください。これで要注意ですね。ふるさと納税する場合は。で、別の他にも寄付してる場合は、別の寄付先をまあ入力するんですけども、今回はこれだけなんで、一応これで入力や確認。そうすると、京都府に1万円寄付したよってことで、次へと。そうすると確認、入力された金額をもとに計算した控除額はいかん通りです。給付金控除の場合は2000円引かれるので、1万円から2000円引かれた8000円ってことですね。で、閉じる。で、寄付は8000円ちゃんと出ましたよ、というとこで、で、次をしましょう。で、16歳未満の扶養親族がいますか？まあ、いますね。で、別居している扶養親族は、例えばね、実家の親の扶養をしているとかね、そういう場合ですね。いないから家で、次。で、扶養親族の名前が、娘の名前ですね。生年月日が、平成22年の、まあ、ちょっと、まあ、いいや、1月1日とかにしといて、別居の場合は女子なんでいらないから、一人娘なんでいらない。お、今回ですね、還付金額332円です。実際はね、皆さんもちょっとお給料多いかもしれないしね、もっと寄付が多いかもしれないんですけど、私の場合は還付されるのが、332円でした。でも、今回、ふるさと納税の寄付なので、実際のところは、住民税がもっと安くなりますから、所得税が額でも332円なだけであって、住民税でもっと安くなる。特にふるさと納税の場合は、ほぼ2000円の所得税額だから8000円ですから、残りの7600円ぐらいかなは、住民税の方で引かれますから。だからね、安心してください。332円だけが返ってくるわけじゃないですからね。寄付の領収書のようなものが必要なのかしら、必要なの他の件とかあるのかしら。ですね、電子申告する場合は不要です。だから e-tax とかでやった場合は不要なんですけども、今回僕書類で出して提出するので、それの場合はね、これをね、提出する必要があります。で、還付金の受け取り方法なんですけども、ゆうちょ以外の銀行で、三井住友銀行を本支店が霞ヶ関支店予定が普通、まあ、口座番号はね言わない方がいいだろうから、まあまあまあ関連をしておきましょうかね。はい、で次へ、でここでようやく、山田信也男性、電話番号これ書かないとね、弾かれちゃうんでね、一応見ておきますね。勤務先を書いちゃいましたがね、世帯主は自分だから書かなくていいと。で、整理番号は今の考えからいいやと。で、住所ですね、住所は郵便番号15、会社の住所を書いちゃってますけども、まあこういうことですねと。で、次渋谷と、住所待ちと。で、次へ。で、マイナンバーの欄が出てきました。で、マイナンバーは書かなきゃいけないんですけれども、まあね、配信なし。あと、ない人もあると思いますから。ない場合は、もうそのまま次へです。次へ。で、マイナンバー入力がありません。法律により、申告書にはマイナンバーの記載が義務付けられていますので、はいをタップしてマイナンバー入力してください。なお、マイナンバー入力できれば、E をタップし、次の画面を進めなさいってことで、実はマイナンバー書かなくても、次に進めちゃいます。法律違反ではあるけども、次へ進まうっていうね。まあ別にお勧めするわけじゃないですが、まあ、なくても、確定申告ができる、できちゃうと。というのが現状でございます。ここで印刷手順です。で、印刷を押すと、ダウンロードしますか。一回試してやったから2回目になっちゃう。まあいいや、ダウンロード。じゃーん。できましたー。確定申告書がね。はい、完成しました。で、これで出せば、還付金がとりあえず332円。まあ、あと住民税の方で戻ってきますよね。で、なんか添付台紙があるんで、そこにマイナンバーカードの添付をしたりとかですね。まあ、なくても、受理されちゃうんですよね。あとは、2枚目とかね、控えとかも全部ついてますね。はい。で、以下の添付書で準備してください。寄付した団体等から候補を挙げた寄付金の事業証明書。だから僕は共和人のこの現金証明書ですね。こういうのをつければいいと。というのが一連の流れです。ということでね、実際ね、もうスマホで確定申告できますので、で、ID 番号にしたら、このままね、送信でできますし、マイナンバーカードを持ってる人もスマホからできちゃいます。なんか、写メで撮って、本人確認してっていうのができますんで、まあ、それもね、また実際ね、やってみようかなとは思っております。ということでですね、これを税務署持って OK ですか？はい、OK です。税務署に持ってってください。
プリントアウトして持っててください。そうすると、機械の方にハンコボンボンと押してもらって、入って渡されて、本部地の方は提出して終わりです。簡単なのですよ。あとですね、還付金の方もですね、大体 e-tax とかで、まあ、書面提出すればね、3週間から1ヶ月の方でね、帰ってきますので、よかったらその辺もチェックしていただければな、というふうに思っております。ということでですね、このチャンネルではですね、お金、税金、投資などのね、お得な話をですね、今年も毎週月曜日夜10時からやっていこうと思っておりますので、よかったら、引き続きお付き合いいただければな、というふうに思っております。ということで、今日はこの辺でありがとうございました。あ、郵送でもです。あ、郵送も大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。それもね、載ってるんでね、ぜひね、スマホの方でもね、チェックしてみてください。あ、自分のね、住んでる税務署の方でお願いします。それでは、今日はこの辺で、バイバーイ。